それでは1番の問題に引きつを解説しましたので、それに引き続き問題から始めましょうか。問題は GXY イコール4分の x 次乗プラス y 次乗マイナス1イコール0のもとで、fxy が、2x プラス y でしたね。それでこれを考えるわけですけど、それでラグランジュの未定乗数法の条件で結果として出てきたのはこういう感じでしたね。ラムダイコール2分のルート17、これプラスの時ですけど、 xy はこの青色を対応してますよ。マイナスルート17分の8マイナスルート17分の1ですね。それから紫色のこの点ですけど、ラムダイコールマイナス2分のルート17の時で、 xy はルート17分の8ルート17分の1というふうになってます。でここの青と紫で極大であるか極小であるかっていうのは後で簡単に示してみせますけど、一般論があります。それ何かというと、未定乗数法の条件、これは接線条件プラス制約条件ね。言うならば具体的に言うとこの3つの条件ですね。いいですか。でそれで定理点が求まるわけですけど、さらにL をこれラグランジュ関数って言います。L イコール F プラスラムダ G ですね。それに対して B イコール縁付きっていう縁付きヘッセ行列って言いますけど、LXX、LXY、LYX、LYY はある意味で X と Y に関してヘッセ行列を作ってるんですけど、それに GXGY を加えたもんですね。ちょっと AB ラムダはちょっと一部省略してます。でこの行列式に負だったら極小ですね。で正だったら極大になります。でこの判定条件を使って考えてみましょうか。それで実はもう一回書きますけど、 L はF プラスラムダ G ですね。ですからここは LX で LY ですね。いいですか。そうすると、どこで書けばいいか分かんないけど、LX は2プラス2分のラムダ X ですか。で、LY は1プラス2ラムダ Y ですか。こんな感じですが。で、LXX はそうすると2分のラムダで、で、さっきここ間違えたんだけど、LXY0 ですね。もちろん LYX も。で、LYY は2ラムダです。そうすると B は、0、2分の X、2Y、2分の X、2Y ですか？いいですか？ここが、ナブラ G ですね。そういうわけで、あとは、ここが2分のラムダですか？こう、0、0で2ラムダです。で、そうすると、これ色をつけてやると楽で、じゃあこれからいきますか。そうするとこれマイナスの符号でマイナスラムダの 2y 次乗ですか。2分の1と2分の1と2でこうなりますね。それであとはここですが残りますね。そうすると2倍のマイナス2倍のラムダのは、ちょっとすいません、間違えちゃった。危ない危ない。もうなんか、
ヘトヘトですね。X 字を線。それで、合ってるよな。ちょっともう一回やり直すと、青のところは、計算間違いしてまして、マイナス、2分のラムダの x 乗線。で、肌色のところは、マイナス2倍のラムダの y 乗か。で、これでマイナス2ラムダでくくりましょうか。そうすると、どうですか、4分の x 次乗プラス y 次乗でですね。で、ここで、xy は、制約条件のところ、いいですか、テール点っていうことは、制約条件満たしてるから、x 次乗プラス、4分の x 乗だった。で、y 次乗が1ですね。だから、マイナス2ラムダになります。いいですか。で、そうするとさっきの、定流点に対して、これマイナス2ラム、b イコールマイナス2ラムダですね。いいですか。b イコールマイナス2ラムダですから、結果を書くと、ここは b は、マイナス2倍だとどうなる？マイナスルート17ですか。これ、負ですから、これから極小が上がりますね。それから紫はどうだ。この時 B は、2倍。だからルート17で正だから、これ極大なのね。いいですか。極小の方からいくと、ちょっとひどいな。これもうちょっともう一回図を、ここに、こちらに書きますね。それで、こうなってんのね。じゃあ極小のところここですね。まあちょっと正確かどうか知らないけど、それで接線条件の話を したと思うんですけど、1とこの1と2番ですけど、これは21と、ラムダ倍のナブラ G が0ベクトルですね。まあ、というわけで、いいですか、ここは接しているわけね。ちょっとなんかひどいけど、こんな感じだったよね。いいですか。まあ、接線が、ここの、2x プラス y イコールなんとかっていうになってますね。ここは、これ、傾きが、じゃなくて、勾配ベクトル21ですね。それと、ナブラ G が、ナブラ G やど、ナブラ G は、こうなってるのかな、平行なわけね。ですから接線と 2x プラス y イコールそこの点が一定の等高線が等しくな同じになっちゃいます、接するわけね。まあ、でそれでそうするとちょっと注意するとこちらとこちらの方から定流点に近づけていくときに、いいですか、これが 2x プラス y イコール c ですね。だから、この c の値が大きくなってきますね。小さくなってきますね。すいません。だからこちらの方が大きくなるのか。こちら大で小ですね。いいですか。それで、じゃあ紫色のここの点を考えると、まあ、やっぱり接線と 2x プラス y イコール一定のその等高線が等しくなっちゃうんですけど、でそうするとこちらからどうですか、大きくなってきません、こちらの方に。いいですか、見えますね、 2x プラス y の値が大きくなってきますね。だからこちら極大って合ってますね。まあ、というわけです。まあちょっとなんか何がなんでこんなことやらなきゃいけなくて、これちょっと疲れ気味で、ゼロじゃないっていうふうになんか変な計算しましたけど、これゼロですから、それだけです。じゃあ、このクリップはここまで。